ロシア等で流通する U ターン。紐で縛るのは乾燥させる前に胆汁が漏れないようにする処置である。U ターンは熊由来の動物性の木薬のこと。熊の糸とも言う。古来より中国で用いられ、日本ではアスカ時代から利用されているとされ、材料は熊の胆能であり乾燥させて作られる。権威効果やリターン作用など消化器系全般の薬として用いられる。 苦味が強い。漢方薬の原料にもなる。雄ン丸、雄ン塩が知られる。古くからアイヌ民族の間でも珍重され、胆のを挟んで干す専用の道具がある。東北のマタギにも同様の道具がある。雄ンを採取する畜産業は熊農場を参照。雄ンの効能や用法は中国から日本に伝えられ。 飛鳥時代から利用され始めたとされる熊野井は、奈良時代には越中で蝶として収められてもいた。江戸時代になると処方薬として一般に広がり、東北の諸藩では、牛タンの工程価格を定めたり、秋田藩では薬として販売することに力を入れていたという。牛タンは他の動物炭に比べ出順せず、制約しやすかったという。牛タン配合薬は、 鎌倉時代から明治期までに、清丸、半言丹、旧名丸、六神丸などといろいろと作られていた。また、富山では、江戸時代から富山の薬売りが、夕炭と、その外有薬を売り歩いた。昔から知られる夕炭の鑑定法、昔から知られる効能は、一本道薬船に詳しい。青森津軽地方でも、西目屋村の目山田木は夕炭。 味が沢町赤石川流域の赤石またぎは、かけからと呼んだ。夕ンに限らず、熊は、体の部位の至るところが薬用とされ、頭骨や血液、腸内の糞までもが利用されていた。ウルソデオキシコール酸の構造式種成分は、単重酸代謝物のタウロウルソデオキシコール酸である。漢方薬として夕ンが沈重されている。どかのほか、各種単重酸代謝物や、 コレステロールなどが含まれている。約20%の単重酸ウルソデオキシコール酸ケノデオキシコール酸コール酸デオキシコール酸,ヒヨ,オール酸ヒヨデオキシコール酸のタウリン、またはグリシンとの包合体、単重色素、アミノ酸などを含有する。古来、日本は牛タンを利用しつつもクマの個体数が維持されており、世界的に見ても珍しい。狩猟以外の場合は、通常、 ユータン本体品は、漢方薬局で入手する。インターネットなどで、通信販売も行われている。ユータン製品の形状は、ユータン原型、ユータンコユータン配合製剤などとなっており、配合製剤は、ドラッグストアなどでも売られている。日本薬局型においては、アーススアークトスリンまたは、その他禁煙動物の単獣を乾燥したものが、 ユータンと定義され、日本国内ではエゾヒグマと日本付きのワグマが用いられている。医薬品医療機器等法に基づき、ユータンの販売、譲渡は、薬務行政から正式な認可、承認を受けることが必要となる。また、原料として、薬務行政からユータンに関連する製造、配合などの許可を受けている仲買、製薬業者への販売、譲渡は、 熊から取り出した状態のままでの水洗い及び単純乾燥の販売、譲渡に限り認められている。月のワグマやヒグマなどすべてのクマ化はワシントン条約により規制されており、カナダロシアなどの輸出国による輸出許可書がない限り国際取引は禁止されている。海外旅行での取得の際には輸出国で所定の手続きを取らねばならないとされている。ありがとうございます。